山本周五郎作。入り婿十万両。一。朝次郎。はい。今日もまた家中の若い奴らが何か悪さをしたそうではないか。矢瀬玄兵衛は茶をすすりながら柔和な目をあげて向こうを見た。何 つまらぬことでござります。ゴロベイが先だってレンブ堂へ誘い込んだ上、嫌がるものを無理にしないを持たせ、散々に地辱を与えたと聞いたが、よく我慢をしてくれたのう。どうつかまつりまして。ア次郎は、色白の顔に静かな微笑を浮かべながら、いずれも腕達者の方々、 帰ってよき勉強いたしてござります。そう思って忍んでくれれば頂上じゃ。馬鹿なやつらめが、深い思災も知らず、その方がただ昇華の出だというだけの理由で、恋路の悪いことをしおる。まあ、しばらくの辛抱じゃ。よろず堪忍を頼むぞ。ご心配をおかけつかまつり、私こそ。 申し訳ござりませつつましい婿の態度を心地よげに見やりながらゆっくり茶を喫した源兵衛やがてさりげない調子で「時にどうじゃ娘は気に入ったかは娘冬気に入ったかと申すのじゃ」朝次郎はさっとまぶしげに目を伏せた。 もったいのうござります。無に過ぎましたお言葉、私こそご家風に合わぬと。はぐらかしてはいかん、浅次郎。玄米は微笑しながら。遠慮も良いが、ことと次第がある。わかるかことに男女の中というやつはそうだ。遠慮がかえって無遠慮になるということもあるぞ。 はい。よく承知いたしております。そうか。わかっているならいい。玄兵衛はうなずいて。ではもう休むがよい。今宵はその方たち夫婦の心情を奥へ移させた。当分の間そうするからそのつもりでの。それはまた。何も申すな。 わしの計らいじゃ。行け。万事承知と言いたげな舅人の笑顔を見て、浅次郎は返す言葉もなく部屋を出た。困ったことになったと思った。奥の間といえば次の間のない部屋である。どうでも冬としと寝を並べて寝なければならぬが、できることであろうか。 婿に来て五十四日になるが、娘はかつて人よも同じ部屋に伏すことを許さなかった。召使いの者が並べて述べる夫婦のヤグを、いざ寝るという段になると、自分でさっさと隣室へ運び去り、間の襖を閉ざして、寝息も聞かせまいとするのである。おやり奉行、矢瀬玄兵衛の一人娘として育ち、 男勝りで最地養殖とも京極家随一といわれる冬の高く自して曲げぬ強い気象には実際ちょっと手の出せぬところがあるのだ。弱った。またもんちゃくだな。つぶやきながら奥の前へ行ってみると明かりのそばに冬が短ざしていた。果たして。 澄み通るような静寅な顔に険しいものが見える。朝次郎は体験を10へかけて静かに座った。朝次郎様、冬は黒曜石のような瞳に冷たい光を浮かべながら向き直った。これはどうしたわけでござります。私は知らないのです。 お言葉にお気をつけ遊ばせ」。ぴしりとたたくように遮って、何度も申し上げるように、商人のころなら知らぬこと、武士には武士の言葉つきがござります。さような生ぬるい口ぶりを遊ばしては、やばせ家の対面にもかかわりまする。気をつけましょう。あなたは父に何をおっしゃいました 朝次郎は逆らう様子もなく、別に何も申した覚えは、ないことはございますまい。あなたがおっしゃらないでこんなことになるはずがありませぬ。武辺一徹の父に、夫婦の寝屋のことなどさせられると思いますか実際のところ知らないのです。そういう朝次郎の顔へ、 冬は冷ややかな一別を与えながら言った。改めて申し上げるまでもありませぬが、たとえ父の申しつけで祝言こそ挙げたれ、私には心を許せぬ方に身を任すことなどできませぬ。お分かりでございましょうね。行為のままに。父上におっしゃらぬと言うならそれまでです。私はあちらで休みますから。 冬は言い捨てて立ち上がった。二霜月の冷ややかな夜の縮まにただ一人行がしながら朝次郎は低く「まるで紙面のそかだなあ」とつぶやくのだったいでては家中の若侍たちに長老され行ってはお冬の癒し目を受ける。 しかも黙ってそれをしのばねばならぬのだ。何故であろう。朝次郎が矢場瀬家へ入り埋もした事情を知っているのは、藩主・京極高信公と国郎・栗屋川幸恵、同じく原口山城、勘定型元締役・布目玄馬、それに矢場瀬源兵衛の五人だけであった。 その事情を簡単に記すと、こうである。時はこれ、林氏兵をして、現今諸侯のうち、現銀三千両を有する者、五子を入れず、と、かっぱせしめた完成年度、徳川幕府をはじめとして、大将の諸藩、いずれも財政難に当面していたが、さぬき、 多度津の京国家もその例に漏れず、年来の疲弊積もり積もって、反省はほとんど逼迫の頂点に達していた。ここにはその詳細を述べるようはないが、最も困惑を感じていたのが、大阪の負傷、山や八左衛門から借り入れた五万余両の金である。これには吉野の檜山が抵当に振り当ててあったため、 万一返済ができぬ場合には、京極家の重要な財源を抑えられることになるのだ。そうなっては万事休すというので、重役は九州財政立て直しを図ってみたが、どこをどう改革すべきか差し当たっての明暗というものがない。しかも、山屋の仕切り期限は、この年12月25日という定めだ。 とても我々の死案では切り抜けられぬ。と、佐治を投げた国老栗屋川幸恵は、高信に向かって最後の案を申し出た。この上は是非がござりませぬ。今日の岡田幹戦先生にご助力を願ったらと存じまするが。聞くであろうか。 岡田寛仙は医学国文に通じ幕府に召されて将兵校に教べんをとったが一方京成催眠の道にも詳しく一度いでて大官職となるやまれなる成績をあげ遅刻家としてもよう驚かした人物である。 では、とにかく当たってみよう。と、高信は事情を愚して、今日に引退している関仙のもとへ死者を立てた。関仙は高信の使者から詳しく死祭を聞き取ると、これは愚郎が参っても致し方がない。と言って、死者に一通の書面を託して返した。待ちかねていた高信がそれを受け取って読んでみると、 大阪の唐物売買所、なにや宗右衛門のせがれで、朝次郎と申す者がいる。これは節郎の門弟で、在理の道に詳しいから、これにお任せあるがよろしかろう。なにわ屋形へは、東方から通じておく、という意味がしたためてあった。大阪のなにや宗右衛門といえば、空船物を扱って、 巨万の負者と評判の商人である。そのせがれとあれば、微罪の道にも長じて異用し、また、寛仙先生が推薦する以上、凡人ではあるまいと、早速死者を立てて朝次郎を迎えたが、素性が商人では反省に参与させることはできない。しかも、重要な役目につかせるのだから、身分も相当にする必要がある。 というわけで、高信の,のお声がかりをもって、矢橋玄米の一人娘、冬の婿にと入ったのであった。もちろんこの事情は秘密であったから、京国家随一の娘、歳式剣美の冬を横取りされた家中の若侍たちは怒った。なんだ、商人上がりのそろばん歳子が。 おそらく金の力で押しかけ向こうを決め込んだのであろう。あんな生白い奴におやり業の後目を継がせるとは、四国武士の恥辱だ。構わぬから、いたたまらぬようにしてやれ。と、折さえあれば恥辱を与えるのだった。娘冬も同様、ことごとに冷たい目と冷たい言葉で朝次郎を迎え、五十四日になる今日まで、 一度も寝屋を許さぬのである。早く役目を果たしさえすれば、朝次郎は寂しげにつぶやいた。しかしあの冬、今日にも稀なあの美しさのどこに、あんな激しい気象が隠れているのだろう。あの冷たい目の底に、時々ひらめく火花のような光は何だ。このごろどうかすると俺は、 あの目の色が頭について忘れられなくなってきた。不思議な娘だ。朝次郎。廊下で不意に玄米の声がした。はい。不意はいるか。様子を見に来たのである。朝次郎は苦笑しながら声を潜めて。お静かに願います。今、よく眠ったところでござりますから。 そうか。冷えるのう。源兵衛は安心したように言うと足音を忍んで自分の寝間の方へ立ち去った。明かりの消えた闇の中で隣にむなしく述べてある妻のなまめかしいヤグを見守りながら浅次郎はまじまじといつまでも眠れずにいた。三。 栗屋川幸恵は、浅次郎を呼んで、どうするのだ、と、もどかしげに言った。もうこれ霜月の10日。山屋の仕切り日まで余すところわずかとなっている。もう何とか方策が立ったであろう。は、今しばらく。しばらくしばらくと言って何をしているのか。 聞けば六十四日になる今日まで六六書類も改めず、ただ書庫へ入ってごカフの判読のみいたしておるそうだが、埋蔵金の記録でも探し出そうというのか明らかに皮肉である。とにかく、もう少々お待ちを願いします。浅次郎はそう答えて引き下がるより仕方がなかった。 恩師寛仙は別離に臨んで、これはお主でなければできぬ仕事だ。もし行ってみて妙作がなかったなら、京極家の家父を調べるがよい。必ず悟ることがあろう。と謎のような言葉を選別にしたのである。浅次郎はたどつへ来て、反省の一般にざっと目を通しただけで、 とても急場をしのぐ策など立てられるはずがないということを知った。そうすると、恩師の言葉に頼るより他に法はないから、京国家家父の閲覧を願い出た。何のために家父を見るのか。朝次郎には謎だった。果たしてお言葉通りを信じてよいものか。そういう迷いも出た。しかし、 現に必死の期日を控えて、他に策がないのである。朝次郎は毎日登場するとすぐに書庫へ行って、食事の暇も惜しく、家父の判読を続けるのであった。雪恵の催促は日ごとに激しく、どうだ、妙案が立ったか。今日こそ待ちかねたがどうした。もう幾十日しかないぞ。と、席にせえてくるし。 日は恐ろしいほど早く経っていく。朝次郎はようやく不安になってきた。もう一度先生に確かめた方が良くはないか、カフを見ろとおっしゃったのは何か別の謎ではなかったのか。疑いは疑いを生んで、いよいよ感線のもとへ書面を出そうかと思い始めた。11月19日のことである。カフを調べて、 慶長十五年七月の校にかかったとき、何を読み当てたか、急に瞳を輝かして、いや、これは、と、低く叫び声を上げた。そのまましばらくは食い入るように記録を読んでいたが、これだ、これだ、これに相違ない、膝を打っていった。朝次郎の他に、 この仕事のできるものはないと言われた。先生のお言葉がこれで初めてわかる。<laughs> そうだ。生き返ったようにつぶやくとすぐに必死の用意をして記録の一部を書き写しにかかった。家父の中から何を発見したかということは後にわかる。半時ほどして書庫を出た朝次郎は老職の爪の前へって ゆきえにあったどうした手段がついたか?」。「幸恵は顔を見るなり尋ねた」は。はっどうやらできそうにござります。何できるというか?」。「幸恵は思わず膝を乗り出す。してその方は」。改めて申し上げるほどのことでもござりませぬ。時がまいれば自然とお分かり遊ばしましょう。 どうぞ私にお任せくださるよだが、大丈夫であろうな。さようおぼしめしください。浅次郎の顔には明るい微笑があった。城を退出して途中飛脚問屋へ立ち寄った浅次郎が屋敷へ帰ろうとして御徒町まで来ると、後ろから大声に、待て、東岸侍ちょっと待て。 と呼ぶ声がした。また家中の若い奴らだな、と思ったから、聞こえぬ風をしていくと、大股に追ってきて背後からぐいっと肩をつかんだ。待てというに、貴様つんぼか。どなたでござる振り返ると果たして、牧島五郎兵衛、市田銀蔵、それと松井宗介という名うての乱暴者三人である。 浅次郎は肩をつかんだゴロベイの手を静かに押しのけて「これはおそろいでいずれ何を抜かす!」ゴロベイがわめきたてた「あんな大声で呼んだのにそらっとボケたまねをするなこの礼儀知らずのスチョめ人名」「大層ご立腹ですなこいつ 落ち着いたことを。酒臭い息を吹きながら、ゴロベいきなり胸ぐらを取ろうとする。朝次郎は軽くかわして、おあぶのござる。うぬ、ね、手向かいするか酔っているから無法だ。拳を上げて殴りかかる。朝次郎、状態をひねってその拳を避けると、肘のところをつかんで逆にねじ上げた。むこ こいつ公爵なことをする切ってしまえ松井宗介がわめくと酔った紛れに半分は脅しで体験を抜いたところがその白羽の光を見ると一田銀蔵が前後の分別を失ってこのとうがん面と叫びざま右手からだっと抜き打ちをかけたあまりの無法さに勘人の王を切った浅次郎 バカ者何をすると絶叫して、非徴のように身を踊らせたと見ると、ゴロベイは突き放されて仰向け様に転倒し、銀蔵の持った体験は二三軒飛んで道の上に章となった。何をうろたえて剣など抜くのだ朝次郎は眉を上げて叫んだ。新参なればこそ遠慮しているのに。 己れを知らぬ無道者。それほど望みなら、改めて喧嘩を買ってやろう。さあ参れ。日頃のニュ入噂とは、がらり変わった態度。色白の顔にほんのり血の毛が差して、大きく見開いた僧帽には、お貸しがたい威力と殺気がひらめいていた。相手の意外な変わりように、銀蔵らは無論のこと、腕自慢のゴロベイまでが、 起き上がることも忘れてぼうぜんと目を向いていたフふフふ朝次郎は低く笑ったどうやらお三名とも喧嘩は不特心と見えるなこっちも立って買おうとは言わぬ悔しかったら闇討ちでもかけるがいいであろう失礼だが貴公らの痩せ腕で切れる相手ではないぞそういった 冷ややかに三人を見回したが、さっと袴の裾をはたくと、きびすを返して朝次郎は立ち去った。できる。見損なった。ゴロベイは半身を起こしたまま、浅次郎の後ろ姿を見送って、短唱の声を上げた。このありさまを、もう一人、それこそ夢見るような気持ちで見守っていたものがある。 町並みの軒に隠れていた女、冬であった。所用あって通りかかりに、思いがけぬ浅次郎の姿を発見して、彼女は身動きもならず立ちすくんでいたのだ。ま、あの朝次郎様が。頬を染め、熱いと息をつきながら、冬の目は遠のく朝次郎の姿を見つめていた。 その夜、夕食が終わって後、今へ引き取った朝次郎は、机の上に必死を広げて、長いこと何か書き物をしていた。四つ頃であった。ふすまをそっと開けて、冬が入ってきた。まだお休み遊ばしませぬか。という、朝次郎はちらっと見合って、はあ、今少し。 と言ったまま、再び書き物を続けた。冬はしばらく黙っていたが、お茶をお入れいたしましょうか、と聞いた。かつてないことである。朝次郎はいぶかしく思って目をあげた。なんとしたことであろう。冬の顔には薄く化粧がにおっている。帯にくくられた豊かな腰の丸みも、固く盛り上がった胸の膨らみも、 今宵は見違えるようになまめかしい、そういえば、まぶしげに朝次郎を見る僧帽にも、今ま,まで一度として現れたことのない怪しい情熱の光が、ちらちらとンのように燃えているではないか。いや、欲しくありません。朝次郎は短く答えたまま筆を続けた。冬は、かすかに吐息をついた。 胸いっぱいに溢れてくる激しい情熱。昼、御徒町で図らずも浅次郎の真の姿を見た刹那から、席を切ったように燃え始めた愛情の炎。生まれて初めて感じる抵抗し難い欲求に、彼女の体は熱い激しいもだえに悩んでいるのだった。冬は、けれどそれをどう相手に伝えてよいのかわからなかった。 朝次郎は見向きもせずに書き物をしている。やがて冬は静かに立って部屋を出た。そして二人の新所へ行って、帯も解かずに朝次郎の来るのを待っていたのである。すっかり夜が明けるまで。朝次郎が書き物を終えて、今から出てきたのは朝食の支度ができてからだった。どうした 目が赤いではないか。食前に向かったとき、玄米は向子の疲れた顔を見ながら聞いた。はい、どうやらご改革の案が立ちましたので、ゆうべその試案を練ってみました。ほう、いよいよできたか。玄米は金然と乗り出した。多分うまく参ろうかと存じます。つきましては、 当分の間ご城内にとどまらねばならぬかと存じまするゆえ、さようご承知おきください。おお、いいとも、大事の際じゃ。留守はあげんべいが引き受けるで十分にやってこい。かたじけのうございます。冬は悲しげに、脇から朝次郎の横顔を見つめていた。 途上した朝次郎は、その日から感情型爪の間へこもり、布の目現場をはじめ役向きの者のと共とに、反省に関するあらゆる書類を集めて改革案の起草に取り掛かった。それは驚くべき努力であった。現場や条約の多くは帝国に途上しまた退出するのだが、朝次郎だけは爪の間から一歩も外へ出ず、 朝は仏行から夜は参考に及ぶまで、必死を手から離さず働き続けた。こうした日が、およそ十四日も過ぎた、十二月十日の朝である。殿のいの番子がやってきて、やばせうじ、かような書面を持った使いの者のが、川もぐち門へ参ったよしでござる。と伝えた。朝次郎は書面を受け取ってひどくすると、 即座に立って、ご苦労でござる。拙者が参りましょう。と出て行った。川もぐち御門へ行った浅次郎は、半時ほどして戻ってくると、いかにも晴れ晴れとした顔で、途上したばかりの栗屋川幸恵に面会を求めた。何か用かのご途上早速ながら、お上へお目通りを仰せつけられたく。 お願い申し上げまする。お目通りの筋は何じゃかねてお申しつけに預かりましたる剣。ようやく落着つかまつりましたゆえ、ただいまよりご披露申し上げたいと存じまする。そうか、できたか。雪恵はにっこりうなずいて、それは何より執着じゃ。御意を伺って参る。待っておれ。 そう言って立ち上がった。浅次郎の望みで、私滅は大書院において行われることになった。上段には、京国隆信公、列沢、国郎、栗屋川幸恵、同じく原口山城、勘定型元締役、布目現場の三名。矢場瀬浅次郎は、書き上げた改革案の長所をもって、 はるかに平服した。許す、自故をよれ。高信は待ちかねた様子で言った。当犯罪性の改革にあたって、数々の尽力、過分に思うぞ。母、直答を許す、死罪申し述べよ。浅次郎はわずかに表を上げた。 お言葉に甘え、ご直答申し上げまする。何分にも無能どんさいの私。この度の大役、到底務まるところにはござりませぬ。蟹は蟹なりに穴の掘りよう。お叱りを受けるは必要かと存じまするが。裁量をお任せに預かりましたるゆえ、下根の旧作をご覧に入れまする。辞ぎはもうすに及ばぬ。 聞こう。は、恐れながら、あれをご覧くださりませ。浅次郎はそう言って、広庭の方を指さした。高信はじめ三名が見ると、潜水のほとりに木箱が五つ山、高々と積み上げてある。見慣れぬものだが、なんじゃ。ご改革に入用の、 金十万両。お蔵入れ前にご披露申し上げまする。何十万両とな。高信も、雪江も、山城も、現場も、あっと言ったきり、しばらくは二の句が告げなかった。休白し尽くして必死の場合に、天から降ったような黄金十万両。 まさに夢のようである。朝次郎孝信は向き直った。かかる巨額の金を疲弊した藩政より捻出するというは考えられぬ。これには何ぞ思才があろう。訳を聞かせ。恐れ入りまするお言葉。私より権上つかまつるははばかりに存じまするゆえ。 ご家父のうち、慶長十五年、七月八日の嬢をご覧くださいまするよう、必ずご了解遊ばすことと存じまする。さようか、すぐに悲見しよう。金十万両にては、十分と申すわけには参りませんが、一応は前後の処置がつこうかと存ぜられまする。つきましては、 朝次郎はご改革調書を差し出して、これにご反省のうち、改拝すべき過条を調べ上げ、せん越ながら具案を認めおきましたれば、ご老職においてご検討ご主者の上、十万両の配分、よろしくお願い申し上げまする。半月足らずの早急の調べにて、元より守備整いませぬが、 多少ともお役に立ちますれば、面目至極に存じ立てまつりまする。世も見たい、預かりおくぞ。恩命を汚し、恐れ入りまする。朝次郎は、長所を提出して、はるかに下り、早朝をして、お目通りを押せつけられ、数々差し出がましき言状をつかまつり、 恐れ入り祭りたてまする今日はこれにておいとま下されまするよ大義であった。鷹信は重荷を下ろしたようにさえざえとした顔で言った。さすがに勘先先生の推薦だけあって昇華育ちとは思えぬあっぱれの働き。鷹信満足に思うぞ。 追って悟するまで途上に及ばぬ帰ってゆるりと休養せはは。朝次郎は平伏して御前を滑り下がった六。十万両の金を蔵へ納める一方孝信は書庫から家父を取り寄せ慶長十五年七月八日の公を幸江に調べさせた。 そこには意外な記録があった。との<殿>一読するなり、行江が叫んだ。十万両の金は、浅次郎のせいか、大阪表、名庭や宗右衛門より、献上のものにござりまするぞ。なんという。ここにその資祭がござります。すなわち、 何和屋の祖先は慶長の頃、御周祖丹後の神高津愚公のご愛心にて、島田十左門と申す者にございましたが、ゆえあって慶長十五年七月、高津愚公より五千金を配領の上、武士を辞め、大阪に出て、唐船物売買を始めたとござります。 今日何はやが巨万の富を要するに至りましたも、元を正せば五島家のご恩子。関泉先生には、いかにしてかこの事実をご承知にて、朝次郎を選んだものと存じまする。うーん。初めて分かった十万両の出所。さすがに関泉の眼識は高かった。 朝次郎なればこそ、家父の中からこの記録を発見し、生果に十万両提出を、うんと言わせることができたのである。申し上げます。若侍が襖庭へ来て平伏した。ご老職まで、即刻お渡し申し上げるよう、矢瀬朝次郎殿よりご書面にござります。朝次郎が書面 いぶかりながら開いてみた。幸恵が。おお<う>と言って顔を上げた。との浅次郎め長のおいとまを差し出してございます。どうしたこと？じゃ？理由はもうしておらず、このまま大国するとのことにござります。いかん。ただちに使者をやって止めろ。隆信は驚いて,って。 糸間はやらぬ。よがもうしたと早く伝えよ。母雪江はそうこうとして立った。その頃、家へ帰った朝次郎は、ことの始終を手短にげんべいへ報告すると、形を改めて、これにてお召し出しに預かりましたお役目、どうやら無事に果たしましてござりますが、 ついては、父上に改めてお願いがござります。よいとも、何な,なりと望め。玄兵衛はほく,ほくもので、その方ほどの婿をもって、家中上の面目、わしにできることなれば何でも叶えてやるぞ。きっと、お叶えくださいまするか。よいからもうしてみろ。何が望みだ。 私を離別していただきとう存じまする。源兵衛は目を向いた。な、なんじゃ離別、離別とは。一度後藤家の姓を汚しましたも、ただこの度のお役を務めるための方便。卑しい町人の分際にて、お歴々の跡目に治るなどもってのほかのこと。 それは初はめより残念になきことでござりました。そ、そんな馬鹿なことがあってたまるか。それでは娘はどうなるのだ、娘は。お嬢様は、正常無垢にござります。うーん。玄米はうなった。やっぱりダメだったのか。気ぐらいの高い娘が。 朝次郎を嫌って寄せつけぬ様子だから、親としてできぬ寝間の心配までしてやったのに、これほどの男を見る目がなかったとは、なんという愚かな娘であろう。ご承知くださいまするか。そうでもあろうが、考え直してくれるわけにはいかぬか。娘が不所存者ゆえ、親のわしまで面目ない。もしよかったら。 改めてよそから嫁を迎えても。いやいや、ただいまももうストすリり、お役目を果たすだけのために参りました私。もはやここにとどまるようがござりませぬ。お上へもすでにおいとま願いを差し上げましたれば、ぜひともご離別を願いまする。とのえもおいとまを願ったと 玄米はその一言でがっかりした。ご承知くださいまするな。では、さっきうながら支度がござりますゆえ、と朝次郎が立とうとしたとき、お待ちくださいませ、と言いながら冬が入ってきて、静かに朝次郎の前へ座った。様子は次の間にいて伺いました。 大阪へお帰り遊ばすとのことでござりますが、それなれば、私もお連れくださいませ。それは、何故でござるか。私は、あなた様の妻。妻は夫に従うが道でござります。それにあなた様は今、私を、正常向くと仰せられましたが、私は、もはや身ごもっておりまする。 これは驚くべき一言だった。何を仰せられる。浅次郎は呆れて、ご当まいって以来、人よたりともね屋を共にせぬこと、おもとご自身、くご承知のはずではないか。たとえ根屋は共にせずとも、夫婦して同じ家のうちに住めば、夫の気がこもって、妻は身ごもると。 下世話にも申してござりまする。いやいや、うまいぞ。ゲ兵ベがいきなりわめいた。うまいぞ、娘。同じ家におれば、ひとつ寝せずとも男の気がこもって解任するか。あっぱれだ。よくそこへ気がついた。おさじろ、こいつは道理だぞ。しかし、それはあまりに。 あまりもクソもあるか。娘の口から身ごもったと申すものを今更ら知らぬとは言わさぬ。もう金輪際離さぬからそう思え。わっはっはっは。きわどいところで軍配は娘に上がったな。うまいところをつかみおった。いやじつにあっぱれだ。女の知恵も馬鹿にはできぬ。見ろ。あさじろうが目をパチパチさせている。わっはっは。 一人、大満悦で笑うところへ、申し上げます。城中より急のお使者にござります。と、家父が知らせに来た。なに、九死とな。玄米は急いで出て行ったが、間もなく走るようにして戻ってきて、朝次郎と入ろうとすると、これはどうだ。あの木ぐらいの高い冬が、 たもとで顔を覆いすすり上げながら朝次郎の膝の上へ打ち伏しているではないか。今までのふつつかはどうぞお許しあそばしてね。涙にしめったしかし初めて女らしいうるおいのにじむような声で訴えるように言っている。冬は半月も前から。 あなた様のおねやを守って、寂しくお帰りを待っておりました。これからは、よい妻になりまする。どうぞお見捨て遊ばさずに。冬殿。朝次郎もさすがに心を動かされたか。思わず妻の、さよ今こそ明らかに妻の、肩へ手を回した。玄米は、 関越の声を抑え、足音を忍ばせてそっとそこを離れていった。もう殿の御意を急いで伝えるにも及ぶまい。朝次郎は間違いなくこっちのものじゃ。とつぶやきながら。